おはようございます。星野瑠璃です。2020年平安ステークスの予想ということで、今年の平安ステークスは元祖ダート王のゴールドドリームにダートの新興勢力であるスワーブアミラスとドロードレガリスが挑むというかなり注目のレースとなりました。これの結果次第ではダート界の勢力図が一気に変わるかもしれないという注目の一戦となっています。なので皆さんもしっかりレースを見ておいた方がいいレースです。きっとすごい面白いレースになるんじゃないかなと今から思っています。で、平安ステークスは2012年までは1月の開催で、フェブラリーステークスの前哨戦という位置づけだったんですが、2013年からは5月の開催になって、どちらかというと帝王賞の前哨戦という感じになりました。それではデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、筋量57キロ以上の馬。平安ステークスは別定戦で行われて、基本の筋量は56キロとなります。牝馬はそこから2キロ減になります。そして過去1年以内に G1 を勝った馬というのはプラス3キロになります。なので東京大賞典を勝っているオメガパフュームは56キロから3キロ増えて59キロとなります。そして G2 と G3 を勝った馬はプラス1キロとなります。したがってベンジェンス、スワーブアミラス、アラミス、ハヤヤッコはプラス1キロの57キロということになります。で、1年以上前に G1 を勝った馬は筋量2キロ増しになるので、ゴールドドリームと三つ葉は筋量58キロになります。で、平安ステークスは筋量57キロ以上の馬が毎年馬券に絡んでいます。つまり狙い目は重賞勝ち馬ということになります。今年の該当馬はベンジェンス、オメガパフューム、ゴールドドリーム、スワーブアラミス、ハヤヤッコ、三つ葉の計6頭になっています。そして今年は59キロのオメガパフュームが出走しますが、こちらが過去の59キロ馬の成績の一覧です。過去に6頭が出走してきていて、6頭中2頭しか馬券に絡めていません。このことからも今年のオメガパフュームは過度の期待は禁物といった感じになりそうです。続いてデータその2、前走重賞連帯馬。2013年から7年連続で前走重賞連帯馬が馬券に絡んできています。で、今年の該当馬は東京大賞典1着のオメガパフュームで、マーチステークス1着のスワーブアラミスの2頭が候補となります。で、2014年以外は該当馬が連帯しているので、連軸候補としてここは期待したいと思います。続いてデータその3、宮古ステークス3着以内馬。宮古ステークスも京都で行われるダート重賞になっていて、平安ステークスとは距離が100メートルしか違わないので、かなり直結しそうなレースと思いきや、前年の宮古ステークス好走馬の成績はあまり良くありません。その原因としては、1800メートルの宮古ステークスは基本的に差し決着になることが多くって、逆に1900メートルの平安ステークスは先行決着が圧倒的に多いのが結びつかない原因かなと思います。宮古ステークスで構想して、平安ステークスでも構想できたインカンテーションとエスポワールシティは平安ステークスで先行していました。インカンテーションは宮古ステークスを指して勝ったけど、平安ステークスでは先行して1着という自在性があったので対応できて、エスポワールシティは差し有利な宮古ステークスで先行して構想できたから、宮古ステークスよりも先行有利な平安ステークスでは当たり前のように勝てたということです。
今年は都ステークスを指して買ったベンジェンスが出走してきて、まあ、そこそこ人気になるでしょうが、レースの質が全く違うだけに注意が必要になります。ちなみに去年の平安ステークスはかなり特殊で差し追い込み決着となりました。今年も去年と同じになる可能性はもちろんあるんですが、そもそも京都ダート 1900m は全条件で先行馬が有利と、まあ、データに出ているし、ジョッキーもそういった認識なので、今年の平安ステークスは、まあ、いつも通り先行馬有利と考えて予想したいと思います。去年のような平安ステークスになれば都ステークスと直結するので、もちろんベンジェンスは能力が、まあ、有力になります。ちなみに JBC が京都で行われた影響で2018年の都ステークスは行われなかったので、去年の平安ステークスには都ステークス組自体がいません。ということで、ここからはまとめに入りたいと思います。と、移動制限の影響でほとんどの有力馬が乗り換わりとなりました。上位人気になりそうな馬だと、ロードレガリス、オメガパフューム、ゴールドドリーム、三つ葉のジョッキーは過去にその馬に乗ったことがなくて初騎乗となります。その点で荒れる可能性というのは、まあ、十分にあり得ると見ています。さらに有力馬はほとんどが休み明けの出走となります。平安ステークスに出てくる有力馬は基本的に帝王賞のステップレースという位置づけです。でただでさえ乗り慣れていないジョッキーが騎乗して本番前のステップレースということを考えたら、まあ、陣営的にはそこまで勝負気配ではないということです。なのでここで狙いたいのは、まあ、新興勢力の馬ということになります。ということで、私の本命は10番のスワーブアラミスにしたいと思います。とダートは12戦して全て馬券内という安定感があります。スタートで出遅れる癖があって成績は安定していたけど、まあ、勝ちきれない部分がありました。でもここ3戦はスタートも安定してきたこともあって2勝しています。前走のマーチステークスはハンデ57キロで勝ったのが評価できます。重賞初出走の馬がいきなりハンデ57キロというのは見込まれた感じがしましたが、それでも問題にせず完勝しました。そしてこちらは過去のマーチステークスでハンデ57キロ以上で勝った馬の一覧です。マーチステークスは荒れるハンデ重賞ということで、まあ、軽ハンデの馬が穴を開けるということが多いですが、重いハンデの馬が勝ち切ると、まあ、その馬は強いということになります。でハンデ57キロ以上で勝った馬は実走以降で G1 で好走している馬も多いです。でスワーブアラミスの場合、初めての重賞挑戦での結果ですから、今後も G1 で活躍する可能性は高いと見ます。で今回はオメガパフューム、ゴールドドリーム、三つ葉といった G1 馬がいるので、ここで能力がどれほどのものかが分かるかなと思います。で2走前には今回も出走してくるロードレガリスに負けていますが、ロードレガリスは今回は休み明けだし乗り難しい面もある馬なだけに、今回は逆転可能と見ました。で今回騎乗するマツダジョッキーはスワーブアラミスには騎乗したことのあるジョッキーで、初ダートからの参戦はマツダジョッキーが乗っていたし、スワーブアラミスで2勝していることを考えても心配はないと思います。で中間の調教もマツダジョッキーが騎乗しているので、人気馬の中では一番勝負気配がありそうです。で賞金的な面を考えても帝王賞に出走させようと思ったら、まあ、ここは必ず勝たないといけないところだし、帝王賞に出走できなければ休養に入るでしょうから、陣営はここが勝負だと思っているはずです。で2番手に挙げたいのが1番のアシャカトブと、1番枠なので間違いなく先行してくれると読んで2番手にします。オメガパフュームやゴールドドリームはどう考えても帝王賞への叩き台なので、実績のないアシャカトブでも位置取りの差で出し抜ける可能性はありそうです。
成績を見ても距離が長い方が良さそうだし、ダート 1900m というのは合ってそうな気がします。でそれ以下はもちろん有力馬の2番のロードレガリス、5番のオメガパフューム、7番のゴールドドリームにも注目です。しかしこの3頭の不安点を挙げるとしたら、まずロードレガリスは初めての重賞の流れについていけるのかというのがポイントです。スタート自体は悪い馬じゃないんですが、スタートしてからエンジンがかかるまでが遅くって、その影響で前につけることができないし、道中の行きっぷりもよく見えません。今までは他の馬のレベルが低かったので参考の過ぎから徐々に上がっていく競馬ができましたが、 G1 級のメンバーがいる今回、果たして同じ競馬ができるのかというのがポイントです。そういうことを考えると、初騎乗の池添ジョッキーというのは乗り慣れていない不安点というのはあります。でオメガパフュームに関しては、過去の成績を見て分かる通り明らかに叩き両下型のタイプです。休み明けでも構想はしてるけど、勝ち馬には完敗といった内容になっています。でここ最近の休み明けはプラス10キロぐらいで出走させていることからも、調整自体が余裕残しなのは間違いないです。で東京大賞典でめちゃくちゃ強いことからも、大井で行われる帝王賞が最大目標なのは明白なだけに、ここは取りこぼしてもおかしくないと思います。でゴールドドリームは去年連続連帯も途切れて、東京大賞典では地方馬にも負けてしまうということになってしまいました。もともとは引退予定だったけど、サウジカップのために現役続行した馬ということなだけに、今年の一番の目標は G1 を勝つことであって、馬主的にも今更 G3 のタイトルなんて、いらないはずです。ゴールドドリームが G1 以外のレースに出るのは3歳児の武蔵野ステークス以来となっています。これまでの使い方なら普通に帝王賞へ直行でもいいぐらいなのに、わざわざ G3 を使ったのは、叩いて万全の体制で帝王賞を取りに行くという陣営の気合の表れだと思います。なのでここは凡走しても陣営的には想定内と思っていそうです。人気馬にはこういった不安点がありますが、もちろん能力は高いので抑えようと思います。ということで買い目は、馬連はスワーブアラミスから、でワイドでスワーブアラミスとアシャカトブを軸にして穴を狙いたいと思います。なので馬連は10番から1、2、7、11の4点で、ワイドは1番と10番から4、8、9、12、13の10点、このあたりをオッズを見ながら資金配分して、うまくやっていこうと思います。また当日の馬場状況や、パドックの状態などを見て買い目を変えるかもしれないので、その場合はブログに書きたいと思います。ブログへは上がったらツイッターに投稿されるようになっているので、よろしければフォローもお願いします。ということで、じゃあ2013年の平安ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。